では、はい、なんかこれをやっていくと、うん、タイプの理解、はい、にもつながるかなと思いますので、うん、一旦では次、うん、INFP は、はい、外交直感を伴った内向感情タイプ、うん、INFP です、はい、INFP は自分にとって意味のあることに貢献できる仕事に理想を持ち、洞察的に柔軟に他者と接しながら取り組みますと、独自性が発揮できる場であれば一人で、あるいは少人数で仕事をすることに喜びを見出しますと。で、INFP さんの思考の序列といえば感情機能 F、はい、ってことは自分の価値観ですね、があり、直感機能 N、 可能性が来て、3番目に感覚、うん、今、うん、どんなだ、うん、で最後に思考、はい、お互いあれですね、くるっと入れ替わってくるんですよ、あの思考ってね本当思考ってね、はい、INFP さんの組織への貢献の仕方、うん、自分の理想とすることについて説得力を持つ、はい、あ、自分の理想についてちゃんと語れるってことですね、うん、で周囲を巻き込んで共通の目的に向かう、うん、各人が組織において役割を持てるように動く、うん、組織にとって有益であろう新しいアイデアや可能性を探し求める、組織にとって望ましいことを密かに押し通そうとすると考えると、はい、やっぱりこの強烈に自分が持ってるわけじゃないですか、これがやりたいって、はいはいはい、そりゃ苦しいよね、うんうんうん、職場で、うん、それが許されない、許されないんだもん、はい、やんなって言われるんだもん、はい、で新しいアイデアって、うん、大きなお世話って言われるんだもん、うんうん、そりゃそうだよ、もう早く偉くなろうよ、そうなったら、うん、でこんな INFP さんのリーダーシップスタイルは、うん、物事をやりやすいようにする、自分の理想ですね、うん、で既存の方法ではない独自の方法でリーダーシップを取ろうとする、うん、自分のビジョンに向かって自律的に動く、うん、他者を批判するよりも褒める、理想の実現に向かって他者を励ます、うん、こんな人に偉くなってほしいですよね、はい、うんうんうん、理想は理想的には、はい、でこんな INFP さんのラーニングスタイルとしては、密かに自分の興味を呼び起こしながら、うん、心の中で次々と浮かんでくることから想像を次々に発展させ学ぶ、うん、自分と他者の成長に焦点を置いて臨機応変に学ぶことを好む、もう全部自分色に変えちゃうんですね、うん、私がやりたいっていうやり方、うんうん、こんなことができる、うん、やりましょうよですよね。で、まあ、なかなか難しいんじゃないですか、生きづらいって言ってる人はそこの位置にいないんですもんね。そこの位置にいなかったりとか、結局そうしたいって周りをそうしていかなきゃいけないわけですよね。密かにそういう風にしようとするけど、はい、そうなんですよ。説得力を、自分の理想とすることについての説得力を持つかもしれないが、それがその会社にとっての説得力になるかですもんね、うんうん、ここはなかなか、そう、だから会社にとってこんなに有益だってアピールができる人なら、まあ、そういった人たちが出世しそうじゃないですか。はい、はい、でできちゃえばもう別にどんなやり方であろうが、うん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 、ああ、響けユーフォニアムを見てるんですけど、はい、滝先生がそうなのかな、全然わからないですけど、あの、はい、もうとても面白いです、はい、あれはあれで、うん、よかったら、はい、あの Amazon プライムでありますので、はい、では INFP さん、そんな INFP さんへの課題解決のアプローチ、自分と他者にとって真に大事なこと、大切なことは何かを照らし合わせ、かっこ F、 創造的な可能性を探求しながら、かっこ N、 解決しようとする、うん、僕と逆ですもんね。そっか、はい、要は先に人との中で
何が大切なんだろう、うんうん、他者にとって何が大切か、うん、っていうところから可能性、うんうん、であとより良い解決に導くためには実際のデータを収集して、うん、気持ちや価値観からちょっと距離を置いて原理原則に基づいた判断をする必要がありますよ、うんうん、なんでやっぱり S と T も使いましょうねと、うんうん、だと僕が今職場に帰って、はい、うーって思う時って、はい、大体こういう苦手な部分を詰められてる時、うんうん、なのかなと思ったんですよ、うんうん、だとこの人たちも、うん、いや、 やりたいことがある、うん、けど多分うーってなってる時って、はい、多分こういう部分、うん、いや気持ちや価値観から距離が置けないところ、はい、を責められ置かなきゃ置いとけばいいんですよこの辺を、うんうん、こっち側に置いといて、うん、っていうのができなくて苦しいのかなと思って、うん、でもなんかまあ割り切ってしまえば、はい、多分上手に使えるようになるんですよねこっち側も。多分使えるようにはなるんですよ。使えないって話じゃないんで、っていうのが MBTI ですもんね、うんうん、はい、MBTI っていうか多分どこでもそうだと思うんですけど、まあ、はい、はい、でこんな INFP さんが好む職場環境は各人が自分にとって大切な価値観に重きを置き、まあ、尊重されるっていうことですかね、うん、で、愛想の良さや仕事仲間との深い関わり合いが求められると、うん、一人一人に情熱があり協力的な雰囲気がある、うん、一人でいられる空間はあるが仲間意識も高い、うん、官僚的でない、静かで落ち着いている、内省する時間と空間があるっていうと、もう今の職場にこんなとこってあるんですかね。まあ、なくはないんじゃないですか。なんかあのドラマの世界では見ますよ、はい、あの逃げ恥とかで、うん、源ちゃんが働いてた会社って、うん、なんかこんな空気感だなと思ったんですよ、はい、でもドラマの世界じゃないですか。だいたいどこも数字に追われてね、はい、なんかその仕事が来たら来たで僕は忙しいですみたいなの平気で言うわけじゃないですか、うん、お前忙しいとお前の仕事量分かっとんだぞこっちはみたいな、はい、全体を見ろよって思うけど、はい、分かったじゃあもういいわ、うん、ってこっちも出るわけじゃないですか、うん、こういうのがもういい分かった、うん、もう君には頼まない、うん、一生ねみたいな、うん、のが思いが湧いてくるわけじゃないですか。そこはもう考えるんじゃないですか、シンキングで攻めるんじゃないですか。あなたの作業量はこれぐらいですよねって今全体分かってますかみたいな。ああなるほど、はい、確かに今自分が使ってないとこでしたそれは。はい、なるほどね、はい、でこんな INFP さんの考えられる弱みとしては、はい、完全を求めるあまり、うん、課題の締め切り納期に遅れてしまうことがある、はい、同時にたくさんの人を喜ばそうと頑張ってしまうことがある、うん、自分の考えに埋没し事実や実情に合わせて修正しないことがある、はい、行動するよりも考えることにより多くの時間をかけすぎることがある、はい、まあ、NF、まあ、違う本だと結構理想主義みたいなのを言われてるところがあって、うんうん、あ、まあ、この冒頭でも INFP さんは自分の理想とすることについて、はい、なんて言ったり、うん、自分ってどうやって捨てるんでしょうね。まあ意識するじゃないですか。どうやって弱めるんでしょうねこれ、うん、その時って分かんないじゃないですか、うん、カーッとなってる時って、あ、まあ、カーッとなるとね、だからまあ冷静にですよ、なるべく。よくなんかインザグリップなんていう本は、はい、うん、あの我々の動画でも紹介してるんですけど、はい、そういう時体調パッて話せます。どういうことですか。なんか大体失敗する時のパターンって、はい、まあ、我々いい年じゃないですか、はい、なんか似てません、失敗する時のような流れというか、はいはいはい、パターンが、はい、そうなってる時に、うん、あ、なんかいつもと やり方同じことやってる、はい、変えなきゃみたいなので、うん、さっと帰れたりします。まあ、意識の問題ですからね。僕はまあなんか先送りで失敗するパターンなんで、納期がギリギリになったりとか、はいはいはい、なんかあんまりカッとなって失敗するとかっていうのはあんまりないんで。じゃあその納期がいつもギリギリになるよっていうのは何か改善しようとしてるんですか。改善しようとは意識はしてます。
けどついってやつじゃないですか。なるほど。ダメだダメだってこう。なるほど、はい、ではこの INFP さんへの成長のためのヒント、自分がこうあってほしいという答えを見出すよりも実際に何に対処すべきかについて検討するようにする。あーなるほどね、うん、最適理想の答えを出して理想の答えに持ってこうとするんですね、うん、でもこの人が考えた解決方法の先に理想があるなら、はい、理想を求めていいんじゃないって思ってしまったんですけど、はい、そういうことじゃないんですね、うん、何に対処すべきかちゃんと検討するようにしよう、うん、結構そういう時って的外れだよっていう話を今してるんですかね。的外れとか、それあなたの理想ですよねって話ですよね。お客さんがそれを望んでますかっていう話。まあそういうとこじゃないですか。ところもある。会社の利益になってますか。それ、ああそれもある、はい。はい。お客さんが求めているか、会社の利益になってるか、はたまたなんかそれが自分の利益になるかですよね。自分の利益、自分がやりたいだけじゃないのっていうものもあるわけじゃないですか。はい。はい。でそこにあんまりこだわっちゃダメですよみたいなとこじゃないですか。こだわらなくてもいいっていうことですよね、うんうん、なるほど。揺るがない毅然とした心を持ち、必要な時にはノーと言えるようにする。言えない人たちなんですかね、内向。この INFP さん、まあ、内向だと言えないんじゃないですか。なるほど、とは思いますけどね。でも内向の人の方が強そうですけどね。言いにくい雰囲気とか、わあ言いにくってそう。あ、多分こう殻を作ってるって感じじゃないですか、はいはい、相手からは言いづらいっていうのはあるけど、自分も壁があるんで自分の言葉も出ていかない。あーそっか、はい、なるほどね、うん、その例えいいですね、はい、この壁は自分にとっても壁なんですね自分にとっても壁なるほど、だったらない方がね、はいはい、自分の個人的な思いや価値観と、うん、事実と論理を分けて考える、はい、まあ、結局はこの私もそうなんですけども、はい、結局ここなんですよね、はい、イラッとするのは、うん、全部なんかその自分の価値観の問題で、人はそんなこと言ってないよっていうことは結構あるんですよ、はいはいはい、君のこと悪くは言ってないよって、うん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 、事実と論理を分けて考える、はい、はい、まあいいとこだったりもしますよこれがね、うんうんうん、はい、あとは実際に行動に移したり実現できるような計画の立て方を学ぼうと、うん、あのダイエットするのも、はい、腕立て伏せ5回からでいいですよって話ですよね。なんか急に、はい、なんかあの1時間かけてクンダリニヨガをやりますとかって、はいはい、これを毎日やりますって、はい、そういうことじゃなくて、はい、って実際にまず行動に移せるところからちょっとずつ、はい、っていう計画の立て方を学ぼう、はい、という職場、うん、職場のタイプシリーズ、はい、生きづらいっていうのが、うん、まあ、人間関係、はい、まあ、学校にもこれは通じそうですけどね、うん、クラスとかでありそうですけど、うん、ちょっとなんか学んでいければなと思ってます、はい。